ハン・ソッキュは、韓国、ソウル特別市生まれの男優。趣味は釣り、ゴルフ。身長178センチメートル、体重64キログラム。所属事務所は、ケムカルチャー。ソウル特別市にある、四文高等学校卒業、東国大学校演劇映画科に入学、同大学学士。1993年のドラマ、パイロットでは、主演のチェスジョン。 イジェリョンとともに、ドラマの中心的な存在として活躍。この作品は3年後に、福岡の民放テレビ局、TXN 九州が、日本の民放初の韓国連続ドラマとして放送された。これをきっかけにして、ごく一部だが日本での知名度を上げていった。1995年にユヒョンモク監督のママと星とイソギンチャクで映画デビュー。同年の、 ドクターポンで早くも主役を獲得した。同作が日本の300人劇場で公開された際には、上映が終わった後に拍手が起こったという。1996年、カーンジェギュ監督の銀杏のベッドに出演。1997年には、グリーンフィッシュでの演技が認められ、第35回、大金賞、第18回青流賞などの韓国映画賞で、 主演団優勝を獲得。また同年には、チャン・ユニョン監督の接続ザ・コンタクトに出演した。同作は1997年の韓国映画工業成績が1位。その後の韓国映画発展の起爆剤となった作品で、接続シンドロームという言葉も生み出された。1998年には、ゴジノの初監督映画、8月のクリスマスに出演。 シムーナと共演した同作は、韓国だけではなく、日本でも好評を博した。1999年には、銀杏のベッドに続くカンジェイギュ監督映画、シュリに出演。同作は、当時の韓国における最高興行記録を打ち立てる、大ヒットとなった。ちなみに、この作品では固定給2億6000万ウォンのほか、ソウル動員200万人を超えた結果10億ウォンの、 不愛求を受け取ることとなり、最終的には12億ウォン以上を手にし、当時の韓国の国内俳優歴代最高のギャラと言われた。1999年の第12回東京国際映画祭では、同作が特別招待作品として上映され、上映前の舞台挨拶のため来日した。同年、チャンユニョン監督の第2作、カルに出演。 8月のクリスマスに続きシムーナと共演した、この作品では、初の刑事役を演じた。ちなみにこの映画のギャラは固定級3億ボンブ IQ。この作品までは主演作を軒並みヒットさせ、一時期は、工業の保証手形という異名も持っていた。だが、家族問題などで、約2年間の休養を取ってからの復帰第一作で、ある2002年の二重スパイでは、 過去最高のギャラを手にしたとも言われるが、工業的には全く振るわず、その後はパッとしない状況が続き、忘れられたスターのイメージもあった。だが、その後も新世代監督との仕事を積極的にこなしており、独立系作品への出演が増えている。1984年に MBC 後編会王祭奨励賞を取った経歴の持ち主でもあり、8月のクリスマスでは、 自らエンディングのテーマソングを歌い、歌を披露している。また大学生時代の1988年には短編、虹を探してを制作した経験もある。出演作を決定する際はシナリオを最重要視することで知られており、その人気も相まって韓国映画界のあらゆるシナリオは反則期を通過すると言われていたこともあった。1998年からは、 賞金の全額を彼が提供する、マットミーシナリオ公募展を主催している。無名時代のキムギドク監督レビュー作品、ワニへの出演をキャンセルしたが、後年、そのことを酒の席などでよく悔やんでいたというという説も、ある。ありがとうございます。